読売ジャイアンツ阪神タイガースに勝利、開幕3連勝イエーイ。たまに重なり合うような僕ら、扉閉じれば明日が生まれるなら遊ぼう。陽選手がゲッツーを打ってしまい、そこからパーラ選手フォアボールで出ました。小林選手がレフトフライでした。ここで2回は終わりましたが、4回の表先頭が出た直後に岡本選手をライトへのツーランで逆転しました。ここで2対1となりました。そしてその後陽大川選手がツーベースを打ち、パーラ選手のセンターへのタイムリーヒット、そして3対1になりました。そしてその後湯浅選手に代わり、代打北村選手の三遊間破るタイムリーヒット、ここで4対1となりました。そしてすいません、じゃあ一旦カットします。そして坂本選手のタイムリーヒットで、センターピッチャー返しのタイムリーで5対1となりました。ここでもその勝負が決まったかと思いましたが、5回の裏がいいと思ったら、グッドボタン、チャンネル登録お願いします。インスタ、TikTok もやっているのでフォローお願いします。それじゃあまた。さあ、いよいよ期待の大エースバッターボックスに上がります。記事ではどでかいヒットを打っていたが、果たしてどんな働きを見せてくれるか。さあ来た、超特急の直球だ。そして打った、これはまさか。